どうもトータルテンボスです。どうも、ね、え、いや今回いやめちゃくちゃ楽しいですよ、このねパワーボタンを、はい、我々が宣伝できるっていうのはこれは嬉しいじゃないですか、はい、妙利に尽きるんですけど、やらさせていただきましたよ。今回サクセスはね、何ですか。サクセスモードがすごいんですよ ね、 ねもういろんななんかこう人生の恋愛あり、はい、ね、ありますよ。紆余曲折がある、もうそれがもうリアル。今回何ですか。何がですか。サクセスは、え、いろいろあるじゃないですか。何がサクセスが今回。サクセスはって言ったらみんな、いや今回のサクセスはあれだよって。舞台は俺はもらっていない、やれ。実況パワフルプロ野球ポータブル4選手育成シミュレーションサクセス。ストーリーを楽しみながら自分の思い通りの選手を育成するおなじみのサクセスモード。3つのシナリオに豊富なイベントが加わった圧倒的なボリューム。今回は大学野球リーグが舞台。恋に野球にアルバイト、大学野球リーグを制し夢のプロ野球選手を目指せ。チーム育成シミュレーション情熱。高校野球の監督となりチームを育てていくシミュレーションタイプの新モード、その名も情熱。情熱と絆をキーワードに目指せ甲子園制覇。友達の育てたチームと戦って試合に勝てば相手チームの能力や監督の特殊能力などを入手することができる。野球モード。2009年度選手データを収録。今回は選手の顔写真も表示される。試合の流れを左右する場面で発動するクローズアップ機能を搭載。試合をさらに熱くする。操作が簡単に楽しく覚えられるパワプロ講座も初搭載。初めてでもパワポタが楽しめる。楽しさ広がる多彩なモード。一人のプロ野球選手となって野球人生を堪能できるマイライフ。そしてペナント、団員認定などパワポタおなじみのモードもパワーアップ。やり込み要素満載。またつなげったポタカ、ニュース配信などオンライン機能も充実し、パワポタの遊びが広がる。シリーズ作品と連動。パワポタ3で作成した選手データを引き継ぎ、パワポタ4でさらに能力アップさせることも可能。また実況パワフルプロ野球2009、プロ野球スピリッツ6との連動も可能。育てて作ろうプロ野球選手、みんなのストライク。実況パワフルプロ野球ポータブル4。俺らもやってる実況パワフルプロ野球ポータブル4は9月17日発売。みんな買ってね。お前ずるいぞ、手つけんなら言っとけや。コナミ